ピクシス司令、少しよろしいでしょうか。ピッツか、構わんぞ。思いますに、このような寄せ集めの兵団で壁外領域を奪還するというのは無謀ではありませんか。我々はずっと三つの兵団でやってきました。それを今さら変えるなど、混乱を招くのは必至です。今のところ指揮系統は想定通りに機能しておるし、姿勢にも混乱は生じておらぬと聞いておるが。今はそうかもしれませんが、必ずどこかに歪みが生じると思います。ここは潔く解散して旧来の体制に戻すべきかと。お主が小鹿のように繊細な男であることは分かっておったが、ちと慎重に考えすぎじゃな。司令は私が間違っているとおっしゃるのですか。確かにこの兵団は寄せ集めかもしれん。しかし大切なのは兵士が意思を一つにできるかどうかじゃ。この兵団に集う兵士は壁外領域を奪還せんとする意志が人一倍強いものばかりじゃとわしは見ておる。いわば同志の中の同志じゃ。意志を一つにして戦うのもたやすかろうて。同志の中の同志ですか。お主もその一人じゃと思うておったが、わしの思い違いかの。いいえ、私とて目指すところは同じです。これからも皆と共に戦わせていただきましょう。対巨人戦闘を想定した訓練の強化こそ今何より優先される課題だと思っている。つまり今やってる訓練じゃ不十分ってことか。個々の戦闘訓練だけじゃ不足だってこと。現状の訓練はせいぜい班ごとだからな。そこから規模を大きくして複数の班を同時に動かすような訓練が必要なんじゃないかと。いや、どうせやるならば兵団全体の動きまで確認できるような訓練をやるべきではないか。キッズ隊長、しかしその規模の模擬戦闘となると必要な資材も桁違いになってしまいます。資材だけじゃありません。事前の準備だけでかなりの人手を要するかと。なんだよ、言い出したのはお前らだろ。急に弱腰になりやがって。私は現実を見ているだけ。莫大な費用がかかる以上、上の許可が。上の許可ならば私が取ってこよう。必要な訓練だからな。なんとか説得できるだろう。うはっ、さすがキッズ隊長、頼もしいぜ。そういう時のために私がいるのだ。事務的なことは全て私に任せておけ。ありがとうございます。その間にお前たちは演習計画を立案しておくように。誰からも異論の出ないような完璧なものを頼むぞ。はっ、必ずやご期待に応えてみせます。